好啦，而家就可以去打咗个圣地先啦。反正都系同一条路啊，可以顺路打埋啊。前に来た時より寒くなってるで。確かに以前は肌寒い程度でしたが、今は体の芯から冷えてくるようです。僕が温めて。結構で。おや、くしゃみが伝染しとるのか。プシュッ。寒。ここがこれほどに寒いとなると、先の外部力表地が思いやられるの。キララウス火山に続く氷雪地帯よね。そんなに寒いの？俺も修行で何度か山ごもりをしたが、雪も多いし、人間にとっちゃなかなか寒い場所だろうな。うくしゃ。なんであんたがくしゃみをしてるの？ゴーマは寒さなんて感じないでしょ。いや、今のは雪が鼻に飛び込んできて。くしっ。お前もしているじゃないか。風で髪が流されて鼻がくすぐったかったのよ。でも僕が読んだ古文書には、外部力のあたりはあまり雪は降らない場所だって。火山から流れ出たマグマや地熱の影響だな。古文書には平原と記されていたはずだ。うん、キララウス火山は噴火活動も活発で、温泉地としても人気があったみたいだね。だが今では。なんだ、どうしたの？みんな待ってるんじゃない、あんたたちのくしゃみを。そうでふ、この流れはいわゆる天丼でふ。景気のいいのが欲しいところじゃの。くしゃみ出そうにない。今度くしゃみ練習しておくよ。やれやれ。即你班友仔着到咁唔冻啊，假啦！尤其是系你啊，啊女主角啊，妹姐啊，啊你弟弟嗰啲都好啲啊，大叔应该就最暖啦。讲起呢个四大属性嘅话咧。以前啲系列一般都系用四位精灵嚟代表嘅，到今集貌似唔同啲啊，用咗四位圣主啊。以前系水精灵啊、风精灵嗰啲啊、地精灵、火精灵，跟住仲有几只特别嘅光精灵、暗精灵、雷精灵啊，跟住仲有个元素精灵啊。响初代幻想传说嗰阵时已经系咁啊。即系今集就唔玩呢个精灵系统啦，已经。以前嘅话仲可以同啲精灵订立契约嘅，跟住可以学到佢哋啲魔法之类嘅精灵术啦，系啦。诶，哦，我喺度。牛头天王，得个头啊！こいつが例の実験精霊か。牛の頭なんじゃ。気をつけて、暴走してるわよ。今止めてやる。都 OK 屈機喎，冇属性、火属性、水属性、地属性都唔惊啊，跟住术防又加30%。逃げられると思った？やれやれ、巨大牛でも作る気じゃったのかの。声量も大概じゃわ。どうやら外見まで改造されていたようだな。すみません、なんてひどいこと。非常な実験が許せんわけじゃない。自ら望んだならそれも一つの選択だ。だがこいつは自分の意志を封じられ、物として使い捨てられた。俺はそれが許せない。そして声量は
無数の精霊に同じことをしてやがる。火が入ったようね。来たかいがあったわ。火ならずっと燃えているさ。自分の流儀を貫くと決めた時からな。哇，头先只真系难打，唔系咁少。佢可以话系仲难打嗰啲 boss 啊！佢攻击力又高，跟住防御力又高，跟住术防又加 30%， 基本上系全能型咁滞。跟住连啲抗性嗰啲又系好多都唔惊啊！毅力魔兵整咗先，我依家都未有混沌啫，即系话唔定个混沌系再高一级添啊！恶梦比个恶梦再高一级，我话卡黐线啊！即系如果头先嗰只圣帝如果俾佢完成到嘅话，就应该可以做一只隐藏 boss 添噶啦。啊，头先都净系得个头嘅，完成埋嘅话仲得了。北の町メイル潮までもうあと少しだね。そのメイル潮を抜ければ。いよいよ決戦の地、キララウス火山だ。寒いとは聞いていましたけれど、本当に寒いですね。地脈融点で四聖書を復活させれば、この気候にも変化が現れるはずだ。わしらが生きておる間にどれだけ暖かくなるかは分からんがの。急ぐわよ。どんなに過酷な寒さだろうと、険しい山だろうと、進むしかない。四聖書を復活させるまで足を止めるわけにはいかないわ。我觉得你哋换一换套衫先会好啲啦，尤其是系阿马奇诺啊。この槍で道を切り開きます。何？壁も壊し放題か？壁はまずいでしょう。二三個くらいしか無理か？壊しませんよ、壁は。新对话喎，之前都未睇过啊。佢呢啲劇情對話咧，有啲又幾有趣啊，但係係個觸發條件比較難搞啊，好難摸到佢嘅觸發條件啊，即係好難知道佢嘅觸發條件。如果知道嘅話，就可以用唔同嘅角色去試下，睇下有冇啲有趣啲嘅對話出嚟。居然唔係驚火屬性嘅呢度啲怪，即係估你唔到啊！點解會驚地嘅咧？叫刽子手啊！有得惊风属性啊咩？明明系雪地入面嘅怪，居然惊风属性啊！你话系咪搞事啊？你睇佢哋咪刽子手，明明佢依家呢度都已经系大风大雪噶啦，吹紧暴风雪噶啦，居然惊风属性啊！明明自己嗰个栖息嗰个场所已经系打紧风噶啦，你话点估到佢啊？好难捉摸啊！真系。啊！呢啲啊正常啲啊，亡灵惊啲火属性啊！呢啲又系唔正常啊，冬日狼啊，惊地属性，但系居然系唔惊火啊！明明系只雪地入面嘅怪嚟嘅，黐孖筋，你雪地怪唔惊火啊？咁乜机？哇！呢度都有得玩小游戏，钓鱼啊又系，我系啦，钓条鱼俾你啦！居然钓咗只蟹出嚟，钓蟹啊！冗談じゃねえ。ここがメイル潮？熱の蹴り三日だと、ざけんな！ちょっと採掘をサボっただけじゃねえか。ねえ。ああそうだ、用があるなら勝手に入れ。そうさせてもらうわ。くそ、くそ、街の家がつらめ。天将降大任于斯人也啊！啊，劳其筋骨下先啦、啊，你喺度。すごい。北の果てにもたくさんの人が住んでるんだね。キララウス火山だけで取れる塩石の採掘で生計を立てている町だ。つまり火山に異常が起これば壊滅するの。二人の魂を使った上にこの町まで。非道よね。
罵っていいわよ。そんな資格はありません。私たち星稜も同じことをしてきたのですから。こんな厳しい場所でも人が生きていけるのは、きっと寒さを感じて寒さと戦う心があるからだよ。だから僕は、混乱が起こっても混乱を感じなくなるよりずっといいと思う。じゃな。心が動かぬせいなぞ、クソくらいじゃ。はい、クソくらいです。問題はベルベットが貯めた魂で四聖種全員を起こせるかどうかだな。四聖種の休眠とカノヌシの覚醒が関係しているなら、奴を封じるには四聖種全員の力が必要と考えるべきだ。多分2体しか起こせない。私の中に残っているのはテレサとオスカー2人の魂だけだから。確かなのか？ええ、わかるの。聖種2体でカノヌシに対抗できるか否か、責任は取ります。不足は私の魂で。足りなきゃシグレを呼び出せばいい。あいつの魂なら生贄にちょうどいい。ならばメルキオルのジジイもじゃな。カッチコチに凍っておるゆえ汚れてはおらんぞ。特等二人を相手にする気ですか？俺はもともとそのつもりだ。見逃してくれるような玉でもないしな。むしろアルトリウスとカノヌシが動けない今が奴らを倒す好機だ。安全策なんてクソくらえですか？そういうことじゃな。わかった、私に任せて。任せるはいいが、どうするんだ？火山への道は町の一番奥みたいね。まずは町を回ってみましょう。門番をしてる奴に嫌なことをされなかったかい？門番させられてることに随分怒ってたが、俺たちはすんなり通してくれたぜ。3日連続で警備をさせるのはあまりにも厳しいって分かってるんだ。でもあいつはよその町からの流れ者で、仕事も真面目にやらないし、手癖も悪くて、遠石の採掘作業をサボってみんなが働いてる間に留守の家に入って盗みを働いたんだ。それで町の外に立たせてるってわけか。ああ、もちろんご飯は差し入れてるし、嫌なら村から出て行ってもいいとは伝えてある。じゃが、あんなのが門番として役に立つのかい？悪さはするくせに気が小さいやつなんだ。ゴーマが出たら真っ先に門を閉めて逃げてくるはずさ。あいつは行き場がないみたいだし、そのうち反省してくれるといいんだけどな。あまり館中に立たせ続けると天国に行き場を見つけてしまうかもしれんぞ。哇，睇嚟呢度啲人好似冇咩受到影响喎。静かで美しい街ですね。雪で白いだけだろ。その白さがいいんじゃないですか。僕も綺麗だなって思うけど。住んでる連中が美しいとは限らんがな。もう、アイゼンまで。サボった男を極寒の外に3日も立たせておくような優しい連中じゃからの。あの男がろくでなしかもしれないし、どの町にだって日向もあれば日陰もあるでしょ。それは分かってますけど。ここで話し込んでても仕方がないわ。様子を見ながら町の一番奥まで行くわよ。巡察官なんだから自分の目で見て考えたら。ええ、そうしてみます。诶，啲对话都好正常啊！麻子就真系未受到嗰个镇静化影响啊！我靠，仲有雪屋添啊！呢度，哇型喎！即系依家啲人仲嫌唔够冻啊，要整间雪屋出嚟住添啊！系啦。西下の剣士の噂を聞いたかい？西下の剣士の噂？ヘラビーサを皮切りに国中で暴れてたゴーマがやっと星稜に退治されたそうだよ。目が合うと噛みつかれるとか
人間を餌にするとか狼の顔を持ってるとか、そんなのがこの町に来たらどうしようかと思ってずっと心配だったけど、ちょっと安心したよ。そう、噛みつかれなくてよかったわね。ええ、本当によかったよ。ゴーマなんかに殺されたくないからね。そうね、ゴーマに会ったら逃げた方がいいわ。メール潮は年々寒くなってきてるんだ。昔は春や夏が短いながらあったんだけどね。常夏ならぬ常冬の町になっちゃったのよね。暮らすのが大変そうだね。でも縁石は暖房以外にもいろいろなことに使われるから、国中で必要とする人がいるだろう。だからみんな大変なこともあるけど、仕事に誇りを持ってここで暮らしてるんだ。いくら寒くなったってこの町は故郷だし、住んでる人たちの心はあったかいんだから。心身ともに温かい町なんですね。いいこと言ってくれるじゃないの。この町に来たなら温泉には必ず入っていけなよ。あ、でも源泉は暑いから雪を入れていい塩梅にして入るんだ。雪だぞ雪。おお、ヒリー、我靠！咁要快啲去浸下啦！喂，有卖哈密瓜软糖添啦喎。HP 最大值加30%，仲可以加血嘅上限添啊！长生不老药，哇，40几万一支，一支我买唔起，依家顶佢肺。その警備がゴーマになったんだ。ママ、ママ。今のうちに逃げて。悪いけど利用させてもらうわよ。全員防御。バレンライダー。バレンライダー。ありがとうございました。なんとお礼を言ったらいいか。清涼の特等大魔師に伝えなさい。次の日の夜、私はキララウスに生贄を捧げて聖主カノヌシの力を削ぐ。止められるものなら止めてみせろ。腕でゴーマを食らった。こいつは我が名はサイカ、サイカの剣手ベルベットだ。サンタ、この町はもう我らがものじゃ。人間どもはとっさと南へいね。そもなくば食らうぞ。こやつが骨までしょぶるぞ。食われるぞ、逃げろ。すっきりさっぱりしたな。そうね、けどな、なんじゃの。骨なんかしゃぶらないわよ。しつけは姉さんにちゃんとされたの。そりゃもったいないの。骨周りの肉が一番うまいんじゃぞ。そうだね。とにかくこれで私たちの戦いにメイル潮の人を巻き込まずに済みますね。もう十分巻き込んでるわ。今まで築いてきた生活を奪ったんだから。そもそも特等どもを呼び寄せるためにやっただけよ。それでも感謝します、サイカの剣手。聞かなかったことにしておくわ、一等大魔師様。
南に集団が逃げてったけど、何事だよ。ベンウィック、どうしてここへ。副長に届け物ができたんです。黒金やモアナたちも一緒だよ。モアナまで？どうしても追いかけるって聞かないんだ。エレノアが死ぬ夢を見たんだって。モアナ。シグレたちが来るまでどれくらいかかるかな。そうさな、到着は日の夜あたりじゃろて。ならちょっと時間をもらうぜ。黒金は俺に用があるんだろ。ああ、そう言ってた。ちょうどいい。おのおの休息を取っておけ。そうね、戦いの準備も必要だし。最後の自由時間かもしれん。例によって思い残すことがないようにな。ピー、何があるかわからないから町から出ちゃダメよ。僕、ベルベットと一緒にいてもいい？いいけど。いいの？うん。なら好きにしなさい。诶，佢商店嗰啲仲喺度啊！哦，变晒自己有啊！啊，福利社啊！哦，好，非常好。我仲以为佢赶走晒人之后就连啲商店嗰啲嘢都冇埋啊！但系佢宿屋嗰度系真系冇埋喎。呢度就有呢个血池叠接管啊！其实我梦想系经营温泉旅馆。啊！また妹に手紙書いてるの？違うよ、返事を持ってきたんだ。珍しいよな、不吉なことが起こらなきゃいいけど。黙れ。よかったね、アイゼン。以前の手紙でお前たちのことを知らせた。会ってみたいと書いてある。物好きな妹ね。物好きさ。あいつを傷つけちまう死神と一緒に暮らしたいなんて言うほどな。僕も会ってみたいな。一つだけ言っておく。妹に手を出したら殺す。でしょう。副長、男には必ず言うんだから。バカ兄ね。兄バカと言え。それはいいのかよ。いつか一緒に会いに行こうね。いい度胸だ。うん、自分の舵は自分で取るんだ。そうだな、俺もお前たちもあいつもな。唔知道有冇机会出场咧？如果系咁，即系我都唔要求话加入同我哋一齐打到最尾结局噶啦，即系可以出嚟客串下路个样，讲两句都好啊，系咪先 ？OK 啊，好。粗眉毛，哇，真系好粗下啊，好似两块紫菜咁样啊！啊！呢度换过个发型啊，啊睇清楚啲，根本系两块紫菜黐咗上去啊！我喺度执行紧呢个秘密任务啊，不过啲秘密任务啊，你下面有啲咩夹啊？吓、啊，我你匿埋喺度。99、100、もういいかい？もういいよ。じゃあ行きますよ。ノリノリね。いえ、モアナがどうしてもというので。エレノア様、モアナの後をつけたでぐゆ。あっちに隠れてるでぐ。子供相手なのに手段を選ばないんだ。違います。
ズルはダメよ、ビエフ。マヒル姉さんにはいつもやらされてたでぐよ。あの人は反面教師です。エレーノはなんで探しに来ないの？モアナ見つけました。ダイルも。そんなずるいです。ズルじゃありません。ビエンフーのズルを利用した知的な作戦です。作戦は堅実に、対応は柔軟にね。はい。モアナ、私もなかなかやるでしょ。心配しなくても大丈夫ですよ。モアナ、エレノアは信じてるよ。ビエンフーが迷惑かけないか心配なだけで。僕のせいでほか？ビエンフーのことも任せてください。みんな無事に戻りますから。わかった、約束だよ。モアナ、安心したなら帰ろうぜ。寒すぎて冬眠しまうよ。寝ちゃダメ。次はダイルが鬼、ワニだから。俺はワニじゃなくてトカゲだぞ。似たようなもんです。全然違う。ワニは尻尾切れねえだろ。方法はきっとあるはずです。人とゴーマと精霊たちのために何をすべきか、私はそれを見つけます。何年、次の世代、次の次の世代、たとえ千年かかっても。気の長い話ね。きっと見つかるよ、エレノアなら。必ず。思い込んだら頑固ですから。うん、よく知ってるわ。一千年之后就变咗另一个故事啦。你刻意提到呢个一千年啊嘛，因为一千年之后就系跳 set 嘅故事啊。做咗卑鄙嘅事啊，唔好话人同圣帝，连热魔都唔会相信你啊。所以唔可以作弊啊，莫阿娜。不是躲猫猫，是狩猎啊！この音は？黒金だ。また刀を打ってるんだね。ああ、自分の体を太刀に打ち直している。自分を刀に？できるの？そんなことが。さあな。だがあいつはやるって決めたんだ。別れの杯は交わした。しぐれとゴーランに勝つために。そうだ、連れを刀にして兄貴を斬ろうって言うんだ。ひどいやつだろ。人のことは言えないわ。いいや、体がどうだろうが、お前は人間だよ。愛しているから憎んで、怒った分だけ悲しむ人間だ。黒金も同じだ。あいつも認めたんだよ。自分の中にゴーランへの憎しみだけじゃなく、憧れがあるってこと。だから願ったのね。それもこれも全部まとめてぶつけたいって。しぐれもそうだ。あいつも善も悪も飲み込んで前に進む人間の強さを持ってやがる。ゴーマの俺が及ばない強さをな。うだうだ悩むなんて似合わないわね。誰より強い剣士でありたい。だからあがいて戦って技を研ぎ上げる。そういう男でしょ、あんたは。
ああ、それが俺だ。嫌いじゃないよ、そういう六郎。俺もさ、ありがとな。啊，佢呢度呢段劇情整到好似就嚟要打最尾大佬咁样啊，决战前夜啊，又系呢个系列嘅以往嘅惯例嚟噶啦。临打最尾大佬之前咧，总会有一段系即系第一主角同其他所有嘅角色，有一段劇情对话咁样啊，跟住嚟做一个决战前夜嘅劇情咁样啊。但系好似少咁个角色咁啊，艾叔、艾雷诺亚、六郎，你系啦，马奇路咧，一争个马奇路啊，同马奇路反而冇剧情对话喎，依家，嗱嗰个啊，点都好啦，嗰个就啊，我睇嚟应该系留翻最尾啦。彩花の剣手。あなたが何を企もうが勝手。でも、モアナを巻き込むなら承知しないわよ。今さらね。不安なら、今ここで私を倒しなさい。言ったわね。クシャン！宿屋に温泉があるのを見つけました。風邪をひく前に入りなさい。気が利くの。風呂に浸かって英気を養うとするか。そうね。ピー、一緒に入る？やだよ。遠慮しなくていいわ。宿のお風呂だから広いわよ。そういうことじゃ。くしゃ。ほら、早く温まらないと。なんでそういうこと言うの。僕は一人で入るから先に行ってはいはい。どうかした？ちょいとやぼ用じゃ。こやつらの面倒を見てやっておくれ。呼び出しは届いたようじゃな。四聖種の復活を企んでいるのだな。さすが察しがいいの。分かっているはずだ。そんな下法を使えばどれほどの混乱が起こるか。カヌヌシが増幅していた霊能力が元に戻り、精霊も意志を回復。多くの大魔師が力を失い、聖霊の管理体制は崩壊するじゃろう。ゴーマの脅威はそのままにな。のみならず、数百年は地水火風の自然バランスが大混乱するはずじゃ。異常な地殻変動、気候や海面の大変化に火山の爆発。お祭り騒ぎじゃな。文明も大きく後退するぞ。キララウス火山一つとっても噴火によって遠石が失われれば火薬の製造が不可能になる。それも一興。ま、心配せずとも案外なんとかなるもんじゃて。頑張れ人間じゃよ。人を何だと思っている。汚れを生む悪の源泉、故に情を沈め理による秩序をもたらす。人が己が罪業を悔い改め超越する日までじゃろ。そうだからこそのカノヌシ覚醒だ。我らはそのための捨て石汚れ役、救世主たる同志の影か。戻ってくる気はないのか。お前がメイビンを名乗った意図は
星さんらの理想は退屈すぎるわい。だが正常な世界だ。造花の箱庭じゃよ。見てくれだけのまがいもんじゃ。正しい断りと秩序がある。歪んだ断りじゃ。花が枯れねば幸せか、狼が草を食えば満足か。気色悪いわ。そんな世界を願う者も、囲われて満足する奴らも。毒虫とて食いたいものを食うぞ。名もなき花とて咲きたい場所に咲く。他人にとってはどうでもいい願いにも決して譲れぬ生きる証があるんじゃ。それを悪と呼ぶなら、わしは悪として生きて死ぬわい。ならば踏み潰すまでだ。どこまでも上から物を言いやがる。手を貸すぜ、マギル。待った、決着は後じゃ。こやつは最下の剣手への供物じゃてな。メルキオル名便火山で待っておれ。案ずるな、お主の最後はわしが見とる。いいだろう、まとめた方が踏み潰す手間がかからん。だった。そっちはどうだった？うん、温まったよ。顔赤いわよ。のぼせた？うわ！別に平気だよ。髪溶かしてくれる？いいの？お願い。気をつけて。抑えられないの。やっぱり綺麗だね、ベルベットの髪は。僕があの力、あの白銀の炎を使いこなせたら、ベルベットを人間に戻せるかもしれない。戻るか。もしやり直すことができるなら、毎日あんたにご飯を作ってあげる。私のキッシュはお店で売ってるのより美味しいんだから。じゃあ水汲みと薪割りは僕がやるよ。一人でできる？できるよ。すぐに背だって伸びるし、力だって強くなるんだから。そうね、きっとそうなるわ。じゃあ使いこなす方法を探して。ダメよ、私はいっぱい犠牲を出しちゃったから、もう引き返せないほどたくさん。ベルベット、うん、それどころか犠牲を払ってまだ進もうとしてる。カノヌシを殺せば、あいつの一部であるクーマたちはどうなる？元に戻るの？それは死ぬ可能性が高い。分かってるのよ、私は自業自得。でもモアナやメディサは、それにカノヌシとつながってる。フィー、あんたは死ぬかもしれないって分かってる。知ってて行こうとしてるの。私が巻き込んだみんなを、私を救ってくれたあんたを犠牲にして、
サイカの剣士は魔王なんかじゃない。自分勝手で最低な女なのよ。本当のこと言うよ。僕はフィーって呼ばれ方あんまり好きじゃないんだ。ちょっと子供っぽすぎるよ。ロフィーにも同じこと言われた。やっぱりね、ベルベットは男心がわからないんだよ。わ、悪かったわね。いいよ、許してあげる。ベルベットは中かえ？ええ、でも今はちょっと。いるわよ。休憩はここまでじゃ。特等どもが来よったぞ。あの日と同じ日の夜。ビビったかよ、ベルベット。誰がよ。心配するな、しぐれは任せろ。黒金は一緒だ。しぐれは俺と黒金が切る。アイゼン、悪いけどメルキオールは私が食らうわよ。わかった。だが決着は見届けさせてもらうぞ。マギル、あんたは好きなようにかき回しなさい。言われんでもの。ベンウィックたちは頃合いを見てバンエルティア号に戻って待機して。アイマム。ライフセット。行こう。エレノア、ライフセットをお願い。はい、もちろんです。行くわよ。特等タイマシを殺し、世界を混乱の炎で包む。好啦，我可以好肯定咁讲咧，应该就快爆机噶啦，应该就快打咗俾大佬噶啦。头先嗰段剧情，肯定系决战前嘢嚟噶啦。先，即系我好奇佢系点样整咧？佢用自己个身，但系系咁打自己个身啊，攞嚿嘢，好难想象嗰个画面啊！可能官方都想象唔到啊，所以头先嗰段剧情佢冇整出嚟啊，系咧。仲有啲对话添啊，先问好问好问好，你管点解仲有个问好问好嘅？